スパルタは現在のペロポネソス半島南部スパルティにあった古代ギリシア時代のドーリス人による都市国家である。自らはラケダイモンと称した。古代ギリシア世界で最強の重層不評軍を誇り、ペルシア戦争ではギリシア軍の主力であった。ペロポネソス同盟の名手となり、アテナイを破って一時期はギリシア世界に羽を唱えた。 他のギリシャ諸都市とは異なる国家制度を有しており、特に軍国主義的政治と勝負を尊ぶ厳格な教育制度はスパルタ式と構成に呼ばれ、スパルタ教育の語源ともなった。スパルタは、同律語、シグマパイロータウアルファー、スパルタが元になっており、原音の発音に沿って、カナで表記すれば、スパルターとなる。アッティカ方言では、スパルテイと呼ばれる。 アッティカ方言をもとにした現代ギリシャ語では、スパルティとなる。エウロタスカ藩に位置するスパルタは、ラコーニアーとメッセーニアを収めた。彼らの支配地には、城壁等はなかった。これは、スパルタの陸軍は最強であるというのが、当時のギリシア世界の常識であり、攻め入ることは、自殺行為に等しいという認識が浸透していたからで、ある。事実、 スパルタの戦士共同体が弱体化し、レウクトラの戦いで敗れるまでは、スパルタの支配地に侵入できた軍隊は存在しなかった。スパルタの劇場後紀元前10世紀頃に祖先がギリシア北方からペロポネソス半島に侵入し、ミュケナイ時代の先住民アカヤ人を征服し、兵路隊にした。伝説では、紀元前1104年に、 エウリステネスが建国したとされる。紀元前8世紀から7世紀にかけて無法状態を経験したことはヘロドトスやトゥキディデスにより伝えられている。社会的な不満から社会改革の動きが活発化し、スパルタのリュクルゴスと呼ばれる伝説的立法者によって秩序がもたらされた。リュクルゴスは諸国変歴の末、この制度をスパルタに成立させ、スパルタ市民は リュクルゴスの制度に基づいた社会生活を営んだ。土地の均等配分、長老会設置、民会設置、教育制度、常備軍の創設、装飾品の禁止、共同食事制がその基本である。紀元前743年、スパルタは自分たちの部族の統一もままならない中、西の隣国、メッセニアを征服した。この戦争は、スパルタが、 ギリシアの強国となるための一つのステップであったと言える。このため、スパルタは当時のポリスの中でもその領域は例外的に広かった。奪った土地はスパルタ市民に均等配分され、約15万人とも25万人とも言われる。兵路隊は奴隷の身分から解放されることも移動することも許されず、土地を耕してスパルタ人に功能した。 スパルタ市民は18歳以上の青年男子で構成され多数の肥沃厚みを抱えたことから市民開閉主義が導入され日頃から厳しく訓練して反乱に備えた。兵路隊に反乱の兆しが見られるとクリプテアと呼ばれる処刑部隊が野員に紛れて彼らの集落を襲い未然に防いだ。紀元前685年スパルタの首輝きに耐えかねた。 メッセニア人たちは反乱を起こし、それは周辺諸国をも巻き込んだ戦争になった。前半の戦況はメッセニア優位であったが、大掘り割りの戦いでのスパルタの勝利が転換点となり、戦局はスパルタ優位に転換、ついにエーラ山の陥落をもってスパルタの勝利に終わった。この事件からスパルタ人は平露隊に対する締め付けを強化した。 第二次メッセニア戦争を戦ったテオポンポスの頃にエホロイの制度が始まり、王権への制限は強化された。その一方で徐々にスパルタはペロポネソス半島での影響力を増やしていき、紀元前6世紀にはペロポネソス同盟を結成し、その名手の座についた。紀元前五世紀初頭の第二次以降のペルシア戦争で、スパルタはアテナイと共にギリシア諸国を主導して、 ペルシア帝国と戦った。有名な戦いはテルモピュライの戦いであり、スパルタを主力としたギリシア同盟軍は数十倍はあるかというペルシア軍に対して奮戦した。この戦いで英雄的に打ち死にしたレオニダス一世は、その名をギリシア中に轟かせた。プラタイアの戦いでは4万ほどのスパルタ軍が30万とも伝えられるペルシア軍を打ち破り、 配送させている。ペルシア戦争でスパルタの無敵さは世界でも通じるものであると証明し、陸上戦においてペルシア帝国の野望を何度も打ち砕いた。デロス同盟の名手となったアテナイの強大化に伴ってアテナイとの関係は悪化し、紀元前460年から紀元前445年まで第一次ペロポネソス戦争と呼ばれる断続的な 戦争状態に陥った。この戦いは30年間の休戦を条件に終わったが、その半分もいかないうちにペロポネソス戦争が勃発した。牢城戦を選択したアテナイに薬病が蔓延したこともあり、全404年に勝利してギリシアの覇権を獲得した。このギリシア中を巻き込んだ大戦は、スパルタの勝利に終わり、ギリシアでのスパルタの覇権が成立した。 しかしその勝利によって流入した海外の富が突然の後継機をスパルタにもたらしたことにより、出実後継を胸とするリュクルゴス制度は大打撃を受け、市民の間に貧富の差が生じたため、スパルタ軍は団結に亀裂を生じて弱体化した。紀元前395年、スパルタに対してアテナイ、アルゴス、テバイラが挑戦し、両陣営は 一心一体の攻防を繰り広げたが、ペルシアをアルタクセルクセス二世の仲介のもとでのアンタルキダスの和訳によって戦争は終わり、スパルダは会場での派遣を当てないに引き渡した。その後、エパメーノンダスとペロピダスに引きられたてバイとの対立が激化し、紀元前371年のレウクトラの戦いで、エパメーノンダスに引きられたてバイ軍に クレオンブロトス一世率いるスパルタ軍は敗れ、スパルタはギリシアでの覇権を失った。紀元前4世紀中頃から、ピリッポス二世の下で強大化したマケドニア王国が、ギリシアでの影響力を強め、アテナイア、テバイはそれに対抗していたが、スパルタはそれには加わらず、ついに、マケドニア軍がカイロネイアの戦いで、アテナイテバイ軍を撃破すると、マケドニアの主導で、 コリントス同盟が組織され、マケドニアのギリシアでの派遣が確立した。しかし、スパルタは、この同盟に加わらずに反マケドニアの体制を貫き、紀元前331年にはアギス3世の下で、マケドニアに反乱を起こしたが鎮圧された。紀元前3世紀以降、アギス4世や、クレオメネス3世、マカーニダースやナビスラが、国政改革を実施して、 赤いア,ア同盟やマケドニア、共和制ローマと戦ったが、セラシアの戦いやマンティネアの戦い、ナビス戦争に各々の敗北。この時期に、名実ともに独立国家としての地位を失った。紀元前146年にローマは、赤いア同盟をコリントスの戦いで破ったのを機に、スパルタを含むギリシア全土をローマの属州に組み込んだ。ただし、アテナイ並びにスパルタは、 かつての功績から一定の自治権を認められた。スパルタは395年の西郷都族長、アラリックの攻撃により破壊され、間もなくキリスト教都市として再建された。その後、6世紀に始まるスラブ人の侵入と定住の中、再度スパルタ市は放棄され、市民の一部はシチリア島に移住、別の一団は半島南東端の沿岸にモネン橋や市を建設して、 スラブ人の波を逃れることになった。10世紀に、スラブ人のギリシア聖教文化への同化が完了して、ペロポニソスにおける東ローマ帝国の支配が再建されると、スパルタ市も再び不主教座都市、ラケデモンとして再建され、その後、長く安定した時代が続いた。13世紀、郊外のミストラスを主婦とするモレアス先生考領が成立すると、 ラケデモンは衰退し、小村が散在するだけとなった。19世紀のギリシャ独立戦争でミストラスが破壊されると、1834年にスパルタの古地にその名を冠した都市、スパルティが建設された。スパルタの政治システムの模式図国政においては二人の世襲の王が並立し、その権限は戦時における軍の指揮権などに限定されていた。 二王家はそれぞれアギス家とエウルポン家といい、スパルタの統一過程で取られた妥協の衛星と思われる。ペルシア戦争のテルモピュライの戦いで有名なレオニダス星はアギス家の王である。長老会は全市民参加の民会によって兵役免除に達した60歳以上の中から選出された28人に2人の王を加えた30人で構成され、 その地位は終身であった。民会の決定に対して拒否権を有し、事実上の最高決定機関であった。また、民会によって30歳以上の市民の中から、毎年5人のエフォロイが選ばれて、王を含む全市民に対する監督権と司法権を保持した。新政治は部族長老の面接を受け、虚弱者は山奥のホラー穴に引きされた。 男性は7歳で家庭を離れ共同生活を送り、12歳から本格的な肉体的訓練とスパルタ人としての教育を受けた。軍事訓練の一つとして、兵路隊から物を盗み殺害することも奨励された。こうして彼らは出日合憲、忍耐と服従を身につけ、18歳で民会の全会一致により成人の仲間入りを果たした。こうした人材育成は、 スパルタ教育と言われる。軍事に携わるようになると、将軍の管理下に置かれ、毎日15人単位の夕食会に参加して、政治談義に加わった。共同食事は、団結を醸成する場であり若者を教育する、場であった。弊社での生活を常としたため、妻を持っても夜には弊社に戻る必要があった。戦場で臆病とみなされた場合、 すべての共同体から排除されあごげの半分を刈り取られた姿で生きなければならなかった。60歳になると兵役が免除された。女性にも体育が奨励され健康な子を持つことが期待された。15歳くらいになると親が決めた30歳くらいの男性と結婚させられた。戦死することが多かったスパルタでは兄弟で一人の女性を妻に迎えたと伝えられる。妻は 夫と昼間に顔を合わせることはほとんどなかった。しかし家庭の奥にこもって一生を送ったアテナイの女性に比べれば自由であった。元来のスパルタ人は優れた金属工芸技術とそれによってもたらされた大きな経済力を有していたが国民開閉制度の導入以降は徹底的に贅沢を排除して貴金属の装飾品を身につけることさえ禁じた。 商業は2万人の半自由民であるペリオイコイに従事させたが、基本的には通称では、抑制策を取り、鉄化の使用しか認めていなかったので他の諸都市との貿易は振るわず、かつての技術力も衰退し、必需品が流通するばかりであった。このようにスパルタは、ギリシアの他の地域とは違う制度を有していたようである。テルモピライの戦い数的に劣る市民のみで、 肥沃圧民の反乱を鎮圧するためにも、勇猛果敢な市民兵軍団を組織する必要があったスパルタは、全6世紀半ばまでには、ギリシア屈指の強国へと成長し、周辺のエリステゲアなどとペロポネソス同盟を結んだ。この同盟締結は、アテネのデロス同盟結成より早いものであり、早い段階より、スパルタが対外関係を構築していたことを示している。 そのスパルタの市民軍はペルシア戦争においてその進化を発揮した。紀元前480年、八竹の勢いで進行を進めるペルシアの大軍に対しギリシア諸都市連合軍の作戦立案を担当したアテナイのテミストクレスは参賀のテルモピュライでペルシアの進行を食い止める作戦を立てた。この戦場は主にスパルタが担った。しかし地元民に内通者が出て、 ペルシア軍に迂回路を教えたため、背後を疲れて窮地に陥ることとなった。そこで、スパルタをオレオに出す一世は、他の諸都市の兵4000を先に逃亡させた後、自ら300人のスパルタ兵と700人のテスピアイ兵、400人のテバイ兵を率いて、おとりとなり、玉砕した。この時間稼ぎが、アテナイ海軍に、ペルシア軍を海上で迎撃する体制を整えさせ、 サラミソ沖の海戦での勝利を可能にした。レオニダスとスパルタ軍の勇敢な戦いぶりは、全ギリシア人から称賛を受けた。ギリシア神話では、トロイア戦争の原因となったヘレネの夫、メネラオスが、スパルタ王となっているが、トロイア戦争は、ケーネ文明時代の話であるため、メネラオスのスパルタは、後世のスパルタとは別の国である。後世のスパルタの建国神話は、 ヘラクレー大のペロポネソス半島への帰還とともに語られている。合意散脱を恐れたエウリュステウスによって故郷を追われていたヘラクレスの子孫たちはアルゴスを打ち倒し三代目にしてやっと故郷の地であるペロポネソス半島へと帰還することができた。この時ヘラクレー大は領地を分け合った。すなわちアルゴスをテメノスがメッセニアをクレスポンテスがスパルタを アリストデーモスが支配することになった。この中でアリストデーモスは雷に打たれてすでに死亡していたため、その子供たちがスパルタを支配することになった。彼らの名前はエウルステネスとプロクレスといい、エウルステネスがスパルタ王家のアギス朝プロクレスがエウルポンチョの創始者となった。彼らは仲が悪かったため、二つの王家は一つになることはなく、スパルタには 代々二人の王が並立することになった。こうして、スパルタはヘラクレー大によって統治され、スパルタ人は大英雄、ヘラクレースの血統に組み込まれたのであった。ありがとうございます。